この先もずっと代々栄えますようにという言葉く言葉だったりするので、実はこの愛の歌って素晴らしい意味があるんですよね。じゃあ2万石いきますか。はい。だけど日和に義務化してほしいですねえ、こんな素敵な、だって景色変わってくんですよ。私だって子供の時の八戸の景色違います。まずエギの景色違いますよね。こんなエギじゃなかった。私はこの年ですから、知り内エギ知ってる人ですからね。ねえ、仮の駅舎だって知ってますからね。あのストーブ置いてあったのも知ってますからね。エギに入るとあのストーブのボーって音とか聞こえてた時代を知ってますからね。いや、立派になってしまったもんだと思いながら、それでももっと立派になれる街なんだなっていう街の魅力は思ってるんですけど、でもこういう風にして歌にするとか歌で伝えるとかで、その昔のこの街の風景だとかこうだったんだよってね、えおじいちゃんおばあちゃんに一生懸命喋ったってね、聞いてくれなかったりするけどまあそれ前も聞いたとか言われるけど、いや歌になってればね、歌はこうだなってじわ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 いくんですよ。いや歌ってすごいなっていうのは私はせんべい二郎だった時に思ったんですけどね。あ、せんべい二郎今日アドでねその前にあと1曲ちょっと多分さっき司会してくださった方が準備してくださってると思うのでではもう一つオリジナル曲で
あの環境の環という字を書いて巡るという歌を、そうですね、2年前かにちょっと作りました。最初の鳥の鳴き声は朝の十和田湖、十和田神社の横の森のところで自分で録音してきたんですけど、もう自然が大好きで、本当にこの八戸の駅に着いてここの景色見るのも大好きで、天気大丈夫だとここ夜に降り立つとさ、全部ここ星見えたりするんですよね。駅の改札口出て自然が見えて、山が見えて、星が見えて、朝なんか来ると朝日が差し込んで眩しいぐらいになって、朝日が差し込んでくるこの駅舎、いや本当に寒いけど素敵だなって思ってます。まあ今寒いから喋ってますけど、あーって、私自然が大好きで、山も好きで、海も好きで、川も好きで、池も好きで、湖も好きで、ナモカも好きで、土も好きで、いや今日寒すぎるからズック履いてますけど履かなくていいぐらいあったかかったら裸足で歌う人です。あ、ここシーンとするとこですねだからこの空気も好きで、なんかちょっとね時々こう都会に行ったりして、都会の空気吸った後に青森県帰ってきて青森の空気吸うともう深呼吸しちゃうのね、はあ、美味しい本当にそう思います。で、私やっぱ人間って自然と共に生きてるしって、あ、環境破壊とかなんとかっていうのを、まあ、授業で学びながら育った世代ではあるけど、自然がなければ私たちの呼吸もできなくなるし、食べるものもだって何だっての体って、いや本当に自然と共に生きて、動物と共に生きて、鳥と共に生きて、魚と共に生きて、みんなと共に生きて、いや共に生きてるっていう私の心の一曲なのかな、巡る。Thank you.
時間だけじゃない。私も個人的に嬉しいな。ここに駅を作ろうって言った先人がいて、ここに作ろう、そういう道のりがあって、ああここに交通が来たな、これを作ろう、あれを作ろう、こうしよう、みんなが生活しやすいように、みんながやりやすいように、そして今ここに至るまでの多分そういう、はあ、1代2代3代4代ってこうつながる、いやここって江戸時代どうだったんだろうとか、鎌倉時代ってどうだったんだろうとか、ああここが駅になった時の時代は、ああそれを見届けたいと思った人たちの思いがあって、この20周年をきっとここで見てる人、こっちから見てる人、あっちから見てる人、そっちから見てる人、なんかいろんな人たちの思いがこうやって20周年迎えられてるんだろうなって、そういう場所でこういう歌を歌えられるの嬉しいなと思って、でもそう歌いながらも本当にこのために頑張ってた方がすごいいっぱいいる、その中でちょっとこう、そういうところでこう私は喋るお仕事をしているので、一人だけちょっと紹介させてください。金曜日に仕込みをして、昨日も一日、今日も一日、体の芯から冷え切ってるんですけれども、リハーサルもなくこの素敵な歌を届けてくれている音響は一星君です。家も気づかないぐらい小さくなってるでしょ。私はもう彼の体調だけが元気でいるんだよって思ってます。さあそれではこの駅で、実はまあこの駅の前の駅のその前の駅か、本当に知内駅が開業するときにお振る舞いしたのがせんべい汁だったんだよって教えてくださった方がいて、だからこそ、あ、100年以上も前にこの駅がこの場所にできたときにせんべい汁を振る舞ったっていう事実を本当に聞き取りで教えていただいて、私にとってもこの場所ってすっごい大切な場所なので、この歌を歌わないわけにはいかないということで、今日は王林さんのアテンドで来ているこの方に登場いただきます。うっちゃんどうぞ。ちょっとすいません、どこ行くんですか。びっくりした。もあここ階段だから、すいません、いなくなるかと思いました。ご紹介に預かりました、はい、コウヒロイです。違います、違います、はい、あの昨日今日はちょっとね、あの王林さんのアテンドという仕事で、はい、ずっと来て、あのずっと一緒に、はい、あのパレードにも行きましたけどね、あのおかげさまで初めてパレードに行って王林さんについて行ったので、うん、初めてあの三者大社の山車の中に、うん、入ることができました。いわゆる山車の前、そうです、前にみんなさんがいるところに、あの初めて私も入ることができたので、はい、ちょっと感激しますね。あそこいいですよね。いや、あ、こいつも外からしか見てなかったんで、あ、こんな感じなんだっていうのは、そう、綱と綱があって引っ張るじゃないですか、私もすいません取材をしてるからこんなになりながら綱の間ごめんなさい邪魔にならないようにって言いながらやってるので、はい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 、あの綱の中がですね、うん、ワクワクしちゃうんですよね。なんかすごいですね。で、あの、うん、ね、あのスタッフの皆さんの、そう、あの祭り好きなんだなっていうのがもうあそこに来るともう思いっきり分かりますね。もう祭りが好きっていうことは八戸が好きってことなんですよ。はい、中にいろんな偉い人いっぱいいたんですよ。あのハッピー女の子たちがどう思って言いたくなるような人が全然もう、はい、あの子供のようにそうですはしゃいでました。ハッピー来ちゃったらもう関係ないんですよ、うん、もうみんな仲間、なんかいい空間に出会いましたね、みんな家族、はい、はい、それが祭りの良さだと思うんですよね。で今言いましたね、その初めせんべい汁の歌もね、うん、あの初め新幹線開業の年にね、はい、どうするこうするってねラジオの中でやりながら、私その時せんべい汁知らなかったんです、分からなかったです。なんて告白してるんですか。分からなかったんです。で、まあ、ラジオの中でね、あのせんべい汁を宣伝しようということで青森県内全部の放送ができる番組だったんで、それでやったらすごい反響でしたよ。豆せんべいには豆ふやけで出てまるんじゃないのとか、ごませんべい出てまるんじゃないのとかって津軽の方からバンが来たんですよ、はい、本当に実際、まあ、そう思うよな普通ってね、全然思いませんよ。そう当たり前ですから。でそこからね、これじゃダメだということで、まあいろいろね、いろんなあの手この手使いながら、はい、新幹線八戸駅のお土産にもしなきゃいけないねということで、ね、うん、そうなってお土産ができて、はい、ラジオでお話をしたら、うん、すごい反響をいただいて、うん、挙句の果てに私はごませんべいを入れましたっていうところまで来て
八ラインの人はいれませんってラジオで喋ってでも美味しかったですって帰ってたからやってみたらそこそこ美味しかった。でもごませんべい私天ぷらの方が美味しいと思うんですけどどうですかね。ごませんべいの天ぷら美味しいですよ。天ぷらするときそのまま天ぷらしないでちょっとの水分かけてふやかしてやる方が美味しいんですよね。霧吹きでシュッシュッシュすいません、あのこれ何のステージですか20周年記念イベントの締めくくりのちょっと手前で、はい、ほらやっとイカズキンも あの盛り上げにやってきてくださったっていう。すごいすごいすごいですよ。ナイスタイミングでいきましたね。